皆さん、日本にいくつかあるハワイご存知でしょうか。今回は東京から約3時間半、ドーム6個分の敷地に6つのテーマパーク、4つの宿泊施設を有し、老若男女楽しめる常夏の楽園、そう、スパリゾートハワイアンズ。3つのホテルを堪能して感じたスパリゾートハワイアンズの魅力をお届けできる動画となっております。それではどうぞ。はい、どうも、めちゃぬです。今ですね、朝の6時半でございます。今ね、丸の内を歩いてるんですけれども、本日はこれからですね、日本のね、いくつかあるハワイのうちの一つにね、行こうかなというふうに思ってまして、丸の内の方からバスでね、約3時間ぐらいに、到着するハワイの方にね、向かっていきたいなというふうに思います。まもなくね、バス乗り場となりますので、そちらの方にね、乗っていきたいなというふうに思います。自宅出た時はですね、雨降ってたんですけど、日頃の行いがいいのか、雨はね、今止んでまして、楽しみでございます。じゃあね、ちょっとこれからバスの方にね、乗り込んでいきたいなというふうに思います。じゃあね、行ってみましょう。ハワイアンズには、はい、寝ていたらですね、あっという間に東海パーキングエリアでございます。あとね、1時間ぐらいで、ハワイアンズに到着するみたいですので、バスの方に乗り込んでね、ちょっとゆっくりしたいと思います。ホテル着いたらプールで遊ぶって言ってたよね。はい、ということでですね、こちらスパリゾートハワイアンズさんの方に到着いたしました。はい、ハワイですと。はい、本日からですね、3泊ですね。まず初日はですね、こちらのモノリスタワーの方に1泊させていただいて、2泊目あちらの奥のですね、ホテルハワイアンズさん、そして最後ね、コテージ以外のもう1個ね、ウィルポートっていうところがありますんで、そちらの方にね、チェックインさせていただこうというふうに思っております。じゃあね、早速チェックイン手続きを行っていきたいと思います。ちょっとね、涼しい、いいですね、いい感じです。案内はですね、こちらの、アロハとムームですね、 3L までね、ご準備があるみたいです。これはね、楽ちんですね。はい、でこちらがですね、夕食朝食会場となってます。朝とね、夜がビュッフェ付きなんですよ。これで、ね、めちゃめちゃ食べちゃいますね、やばい。はい、ハワイ料理みたいな感じですね。はい、サクッとね、チェックインと通知は完了いたしました。今ね、11時前ですね、10時55分というところですけど、お部屋がね、準備整うのが13時半ということですので、もう早速ね、荷物を預けてプールの方に、ね、向かっていきたいなというふうに思います。いやー、レックがね、めちゃめちゃ楽しみにしました。じゃあね、荷物をちょっと預けて、着替えてプールの方に向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、それではですね、早速プールの方にね、向かっていきましょう。このエスカレーターを奥に進んでいくと、プールに乗れてるという感じです。ショップなどもね、ございますね。結構大きいですね、モノリスショップ。これがね、チェックインロビーの、あそこが2階なんですけど、1個下の1階ですね。で、こちらを抜けて奥に進んでいくことができます。施設マップ、この水色がね、ウォーターパーク、モノリスタワーはこのね、白で、明日ね、泊まるのは黄色いホテルハワイアンさんですね。こちらのね、建物来ましたが、ここもね、めちゃめちゃショップがね、広い。はい、お土産とかね、めちゃありますね。困ることなさそう。で、この奥が、ウォーターパークとなりますので、そちらでね、着替えて向かっていきたいなと思います。さあ、ハワイアンズやってまいりました。めちゃめちゃ広い。もう何年ぶりでしょうかね、多分2回目の、再訪で、宿泊するのはね、初めてという感じなんですけど、すごい広いですね。楽しんで、チェックインの時間になりましたら、
お部屋の方にね向かっていきたいなというふうに思います。それまでちょっとねレイ君遊ばしたいと思います。ここはどこ？ああ本物でいいじゃん。いやすごいですね、賑わってます。温水プールの方にもね行けるみたいですね。とりあえずねちょっと腹ごしらえしに行きたいなと思います。はい、食事の方ね、どれにしようかなという感じですね。果実フルーティーとか美味しそう。ここはバイキングですね。カルマたこ焼きお好み焼きもいいですね。そしてピザ、いやピザもいいな。こちらがロコモコとかチキンとか、まあ、そんな感じっぽいですね。これも鉄板ですね。レイ君とかここら辺でいいかもしれない。カツカレーとかもありますね。そしてクレープ屋さん、そしてハンバーガーショップみたいな感じですね。はい、ということでレイ君の、おねだりでですねマルゲリータを食べたい、渋くないかい、マルゲリータを食べたいということでございました。マルゲリータどう？美味しい？美味しい。よかった。じゃあパパもこれ食べていい？いただきます。おお、すごい。じゃあねマルゲリータいただきます。うん。あ、うん。ね。めっちゃ美味しい。甘いね。トマトが甘いんだね。ピザのチーズはすごい塩味があってね、めちゃめちゃいい。うん、美味しい。はい、私どもの方は味噌チャーシューと半チャーハン、そしてね南国ラーメン。なんだろうこれ、トムヤムクンみたいな、めっちゃエビのねいい匂いがしますね。結構待ちました。30分ぐらい待ちましたかね。いただいていきます。ではね、南国ラーメンいただいていきます。どんな感じだろう。ああ、めっちゃエビのいい匂い。うん、うまい。海鮮塩ラーメンって感じですね。美味しい。塩味がめっちゃしっかりしてる。だしがねめちゃめちゃ効いてる感じですね。これめっちゃ美味しい。エビもねしっかり入ってる。はい、でこちらもねチャーシューがゴロゴロ入ってて結構ねいい感じ、油がいい感じですね。半熟卵では味噌チャーシューのいただいていきます。これはねもう間違いないですね。油のねチャーシューからいただきます。うん、やっぱうまっ。うん、うまいわ。うん、はい、それではねチェックインが完了しまして、お部屋の方にね向かっていきたいと思います。本日は、6階の8601号室となってます。はい、レイ君のね S サイズのアロハもねご準備いただいております。鍵はねこんな感じ。電気のね鍵はこの細長いやつですね。電気これ刺さないと電気がつかないそうです。では向かいましょう。6階でございます。エレベーターはね普通の感じですね。はい、昔ながらのなんか旅館っぽい感じの作りにも似てるでしょうか。レッドチェックアウトもね優勝でねしていただくとできるみたいですね。はい、では6階に到着しました。8611ですね。廊下も非常に明るいですね。はい、お部屋はねこちら8611号室となってます。こちらにはね自販機コーナーがすぐ近くにありますね。アルコールなんかも置いてございます。アルコールはこっちじゃないのか。はい、アルコールは5階だそうです。
はい、では入っていきましょう。とりあえず荷物を入れまして、はい、閉めます。そしてこちらにこれを差し込んでいただくと、ガチャン、そうするとね、電気がつきますという感じですね。はい、畳いいですね。なんかね、一応ベッドもあるんですけど、本日ね18時過ぎぐらいに布団をね敷きに来てくださるということです。いや、なんかいいじゃないですか。めちゃめちゃいいですよ。はい、こんな感じの、ビューですね。ちょっと後ほど開けていきたいなと思いますけど、結構広い。なんかね、個人的にはこういう感じの部屋好きですね。はい、じゃあね、ちょっと詳細をね、見ていきたいなと思いますけど、まあ玄関ですね。はい、でこちらエレベーターホール上がっていただいて、右手の方にもありますし、右手なんかね広いお部屋でしょうかね。で左手こちら、はい、スタンダードルームという感じでしょうか。で入っていただいて左手にこういったね、はい、ハンガーとかでアロハとかね、ムームーももう置いといてくださってます。でタオルもね、プールに持っていく必要があるんですけど、新しいものに何度でもね交換してくださるそうです。でプールだったりとかスパにね持っていく用のちょっとしたバッグ、かわいいじゃないですか。館内用です。はい、で姿見のね鏡がこのようにございまして、右手ですね、このようにタオルとかね水着とか干していただく物干し棚っていうんですかね。はい、で洗面台があって、はい、ティッシュとかアメニティ類、まあこんな感じですね。まあ温泉があるんでね、メインのスキンケアセットとかそっちに置いてあるのかもしれないですね。ドライヤーです。もう本当にシンプル、めちゃめちゃシンプルじゃないですか。シンプルイズベスト。で、拡大鏡ですね、ございます。でこちらがお手洗いです。はい、こんな感じでウォシュレットですね。ボタンがめっちゃでかい。これだったらご年配の方とかね、小さいお子様でも操作しやすいですね。ここがね、なんかめちゃめちゃ棚が広い。はい、いい感じの広さですね。一応まあ温泉がメインにはなると思いますけど、お風呂もね入っていただくことができます。あ、シャワーね、浴室って書いてありますけど、シャワーですね。まあ温泉ありますからね。はい、まあこんな感じのね、はい、でアメニティモノリスタワーという感じで書かれてますね。そりゃそうですよね、温泉ありますからね。はい、でここもね間仕切っていただくことができるようになってます。でこちらもね扉がございまして、まあオープンにしておいてもいいですし、閉めていただくこともね可能です。で客室の、はい、電気がこんな感じで、ティッシュだったりとか、ウェルカムアメニティ、バームクーヘンでしょうか、バナナバーム。はい、それではね引き出しの方を見ていきましょうか。ここら辺にはフラガール物語だったりとか、こちらのグランピングの案内ですね。2021年7月26日オープンということで、今回はねこちらグランピング施設もあるんですけど、こちらだけ利用せずに、3つねホテルがあるんですけど、そちらにね1泊ずつホッピングさせていただいて3泊、させていただく形になります。プレイゾーンの施設のご案内だったりとか、館内のねご案内がありますんで、はい、立地等もねこれでお分かりになるんじゃないでしょうかね。はい、で、右手側には、はい、こちらグラス類ですね、コップ。はい、あ、コーヒーはね、ドトールコーヒー。はい、こんな感じでございますね。こちらのクリーミーパウダーだったりとか、煎茶もございます。そして右手、はい、あ、こちらマグカップがめっちゃ可愛い。すごいね、ハワイっぽいですね。可愛いですね、4つございます。ということは、これ、ベッドがね、2つあって、お布団をね、敷いていただくっていうことなので、4人まで行けるんでしょうかね。はい。なので、グラスもね、4つあるんじゃないでしょうか。で、こちら、電気ケトルとアイスペールもね、このようにございます。じゃあ、こちらがね、きっと冷蔵庫でしょう。開けていただいて、ハイヤー製のですね、はい。ハイヤー、冷蔵庫となっております。特にね、中には入ってございません。で、右手ね、荷物置く台がありまして、テレビ台ですね。すごいシンプルで、木もねウッドが同じ色調でね揃えられてて、非常に明るくてシンプルなんですけど、
開放感があってめちゃめちゃ雰囲気がいいお部屋ですね。でこういったねあのアクセサリーなんかも非常にねセンスがあるんじゃないでしょうか。ベッドなんかねこんな感じとなっておりますね。はい。でテレビ台があって、これ Wi-Fi のご案内ですね。で、あ、下の方にはセキュリティボックス、セーフティーボックスがねこのようにございます。はい。下はね特にございません。で、ベッド、ツインベッドがねシングルで2台ございます。こちら QA などもね、バスタオルどうしたらいいですかとかね、そんなようなことですね。お布団何時からですかとかね書いてございます。まあ、非常にあのバネが効いててね、寝心地良さそうな感じの、ベッドとなっております。こういう感じのね雰囲気がまたいいですね。ね、ゆっくりしていただくことできるでしょうし、もう本当にね畳がね嬉しいですね。旅館に来たみたいな感じしますね。でこちら Wi-Fi の案内だったりとか、その他ゲストウェアの案内だったりとかね、チェックアウト後の荷物だったりとか、はい、こういったものをねお貸し出ししていただくことできますよということも書いてございます。はい、いいじゃないですか。でこちらの畳、これいいでしょ、いいめっちゃいいですね。はい。でこんな絵もねあったりして、はい。でこちら照明があって、こちら何でしょう、ピーマックみたいな、なんかねあの空調かなんかでしょうかね。でこういった花もあって、でこちら見てください。今日ね天気悪かったんですけど、今めちゃめちゃいい天気になりまして、本当にね山ビューではありますけど、すごいね高いっていうわけではないんですけど、見晴らしいいですよね。はい、すごいゆっくりしていただくことができそうです。で、こちらですね、ハワイアンズの、ご案内、お食事のご案内だったりがございます。今ね食事させていただいたんですけど、ご飯もね非常に美味しいですし、さっきねレイ君食べたこのマルゲリータもめちゃめちゃ美味しかったんで、明日ね本当に何食べようとか連泊していただいたとしても、お食事にね本当に困らないですし、なんかねレジャー価格っていうほどのレジャー価格でもないですし、意外とね美味しいんですよ。こういうとこってあまり期待しないじゃないですか、普通に美味しい。はい。なのでめちゃめちゃ最高でした。どうでしょうか。今日はね、モノリスタワー、まず1泊目はねこちらの方に宿泊させていただきたいなというふうに思いますけど、個人的にはめちゃめちゃ落ち着いててね、非常に好きな感じのね、間取りとなっております。いかがでしょうか。ゆっくりできそう。まあ大浴場、温泉もねかけ流しでありますんで、プールで遊んでディナービュッフェをいただいてゆっくりねしていきたいなというふうに思います。いかがでしょうか。はい、ということですね。 Wi-Fi 接続しましたので速度ね測ってみました。インターネット速度、ダウンロード下りが 39Mbps、 アップロード上りが 17Mbps、 Wi-Fi 速度が 129Mbps となってまして、まあ、それなりにね速度は出てるんではないかなというふうに思います。すごいね遅いっていう感じではないと思いますので、もう普通にNetflix、YouTube 等ね、ゆっくりご覧になっていただくことができるんじゃないでしょうか。はい、ということですね。今ねルームレビューも終わりましたけれども、まだねなんてね2時になったばっかですよ。2時。はい。今日はですね、まあ大手町、丸の内の方からバスでですね、宿泊者が無料で使っていただくことができるバスでね、早朝便でやってまいりまして、まあ約ね11時前ぐらいに着きましたと。でチェックインができて、まあ当然お部屋ね入れないんですけれども、もうプールとかね遊んでいただくことができましたし、お部屋もね13時半から利用していただくことがね、できるようになっております。はい、めちゃめちゃ最高です。で今ね。お部屋取らせていただいて30分程度で終わって今2時という感じでございますので、なんだろう、アーリーチェックできるってめっちゃいいですね。で今回ですね、3泊、ホッピングさせていただくということをね、お話しさせていただいたところですね、本来であれば10時ねチェックアウトというところなんですけど、12時、チェックアウトで、そのままね、お部屋13時にですね次の、ホテルの、お部屋の方をご案内できるように、手配していただいていると。めちゃめちゃありがたいです。一応コメント備考欄にですね、一応ホッピングねするので、よろしくお願いしますみたいな感じだけ添えたんですけれども、だからまあ個人的には荷物預けてね、その間お部屋移動できたりとかっていうことをねイメージして、まあ、備考欄に書いていた書かせていただいたんですけど、ホテル側のね、ご配慮でですね、じゃあホッピングっていうことだったらこのように対応させていただきますということで、12時、レートチェックアウトで13時、次のホテルのねチェックインがもうお部屋の鍵ができるということでございますので、非常にありがたい。明日もね楽しみですし、その明後日もね楽しみでございます。
今日はねこちらのモノリスタワー、この後ね、レイ君と、まあ、プールがっつり遊んで温泉なんか入ったりして5時からですねディナービュッフェいただきます。でその後また温泉入って、まあ、ゆっくり過ごそうかなと思っております。で明日ですね、ハワイホテルハワイアンズの方に今移動してですね、まあ、子供とゆっくりさせていただいて、明日はですねハワイのファイヤーショーなんだフラショーフラダンスショーとか見させていただくという感じになってますんで、まあ、そちらの方もね引き続きお届けさせていただきたいなというふうに思いますので、ぜひね、楽しみにしていただければと思います。もう本当にね、グランピング以外、まあ、ホテルのねお部屋全部は網羅はできませんけども、こちらのホテルはこうだっていうのはね、お伝えできるんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひね最後までご覧になっていただけると嬉しいです。じゃあねちょっと準備を整えてまたプールの方遊んでいきたいと思います。楽しんでまいります。はい、流れるプールの上の橋ですね、こちらを越えて左の方に行きますと左手がですね温水プール、右手が外のプールになるそうです。はい、道中にはねこんな小スペースみたいなところもございます。はい、こちらがね温水プールのエリアですね。でこちらがね屋外プールでございます。はい、合流しました。外のプールの方にねやってまいりました。楽しい楽しい。はい、今ね温泉の方入ってきまして、館内着の方にね、レイ君とお揃いで来てきました。これからね夕食のディナービュッフェいただいていきたいと思います。はい、レイ君がね持ってきたのなんとねステーキ、そしてねイクラ丼、海鮮丼、そしてマシュマロのチョコフォンデュ、美味しそうだね。それなんだ、焼きそばとこれポテト、ポテトナゲット、アメリカンドッグ、うん、ハンバーグ、焼きそば、やば、めっちゃ美味しそうじゃん。あとステーキと、あといくらね、あとこれ。ほら美味しい。はい、てなわけですね、こんな感じでね持ってきましたよ。種類がね結構豊富、このようにねステーキなども置いてありますね。はい、非常にいい感じですね。ただねめちゃめちゃ人が多いのでなかなかね取るのが大変でした。じゃあいただいていきましょう。はい、今ねいただいていきます。海鮮もあってお肉もあってなんかねいろいろあるんでいいですね。うん、食べうまっ。フォーもね作ってきましたね。いただいていきます。これオーダービュッフェみたいな感じでラーメンと、フォーとね、もう一種類なんか頼めた感じですね。トリュフソース、やわらか、このままいけちゃいますね。そしてこちらが南国ソースのステーキ、トロピカルだ、おいしい。あとエビフライとかもありますんでこれいただいて、まあ、今ね、皆さんこの館内着と女性の方はムームー着ててね、もうみんな同じように見えちゃいますんで、誰がどこにいるかもう分かんなくなる感じですね。面白いけど、はい、ということでちょっと食べ進めて、ね、お部屋の方戻っていきたいと思います。はい、タンダウン入っていただいて布団をね敷いていただきました。ここでねゴロゴロしたいと思います。今日はゆっくりしたいと思います。はい、タッチ。はい、おはようございます。ぐっすりね眠ることができました。布団めっちゃ気持ちいいですね。ということでね、早速ですけどこれからね朝食、旅に向かっていきたいと思います。
ゃなくてこうだね。鉛筆と一緒の持ち方は。ふりかけ持ってきた。ご飯に使うから。ふりかけご飯。はい、結構ですね、こんな感じで持ってきました。デイ君、美味しい？はい、まずはね、カレーですね。そしてオムレツとかミートボール、ウインナーとかね、まあ、大体同じような感じのね、持ってきました。そしてご飯と、コンポタージュスープ、そして温玉がね、ありましたので、で、先ほどね、見ていただいた通りですね、チキンライスというのもありまして、チキンライスの上にね、オムレツをね乗っけてオムライス的な感じにねすることもできます。はい、それではねいただいていきたいと思います。まあ朝食はね、いつもの感じかなという感じですね。いただきます。うん、うまい。うん、米はねやっぱコシヒカリで美味しいですね。骨がパリパリ。骨じゃなくて皮だ。皮がパリパリ。よく聞いてるね。チーズオムレツ、タラコソース。うん。うん。美味しい。じゃあちょっとね、カレーもいただいていきましょう。すごい濃厚、うん、辛いわけじゃなくてね、やっぱお子様も食べれる味付けになってます、うん、まあ、一応ね、朝食に関しましては、まあ、9時までには、ね、入ってくださいっていう感じでございました。多分ね、9時半に終わるという感じですけど、比較的空いてますね、まあ、普通のね、一泊だけの方はやっぱりね、10時にチェックアウトっていうこともあるので、おそらく皆さん早い時間にね召し上がってもうね、プールの準備とかするんじゃないかなと思います。とりあえずこれいただいたらですね、宿泊者はね、なんとね10時のところ9時40分からプールに入れるみたいなので、まあ私どもはゆっくり行きますけど、そういったね特典アーリーチェックインみたいなのもねあるみたいなので、はい、ぜひ試してみてください。じゃあね、これちょっと食べ進めてお部屋の方にね、戻って、次のね隣の、ホテルハワイアンさんの方に移動する準備をして、プールの方に向かっていきたいと思います。はい、ということでですね、12時までね、レートチェックアウトいただいたんですが、もうね、お部屋使うことないので、このままね、ホテルハワイアンさんの方に、荷物を持って、もうチェックイン手続きね、しちゃおうかなというふうに思います。はい。なので、またね、鍵は多分ね、12時からじゃないともらえないと思うんですけど、荷物預けて、プールの方にね、向かいたいと思います。ちなみに、ホテルハワイアンさん、もう本当にね、蓮向かいなので、すぐですね、まあ、このように押してね、移動してる感じです。荷物はね、残念ながら、持ってってはねくださらなかったので、もう自力でね、チェックイン向かっていきたいと思います。はい、ということで、移動してまいりました。もうめっちゃね、すぐですね。はい、また雰囲気がね違っていい感じです。では早いですけど、チェックインね、していきたいと思います。はい、ムームとかね、アロハもまたね、モノリスとは違う、デザインになってますね。サイズも、モノリスとはね、ちょっと違う感じですね。モノリスは S サイズで110とかでしたけど、こちらだと M サイズが110かなっていう感じですかね。は
はい、はい、なんかね、お土産屋さんに島田牛乳でね、島田ってありますね。これちょっとこのステッカー欲しいかもしれない。ちょっとね、山鳥の島ではないですけどね、ひらがななんて表記はね、いいですね。はい、売店の方にはね、このハワイアンさんのお酒もね、売ってございます。お酒じゃないか、ジュースか、売ってますね。これ嬉しいですね。はい、ではね、チェックイン手続きが完了しましたので、プールの方にね、向かっていきたいなというふうに思います。はい、こちらのホテルハワイアンズからのプールのね、ルートはこんな感じになってますね。はい、今日ね、夜はこちらのフラダンスショーもね、ポリニエシアンショーも、見る予定となってますので楽しみです。露天風呂直進70m。ホテルには今回は露天風呂はないのかな、共用の露天風呂のみという感じですね。これまっすぐまっすぐ、ウィルポートもここまっすぐですね。明日宿泊するのは、こちらのウィルポートとなっております。あ、ラーメンだ。こっちはこっちでなんか売店が、あ、これがね、夜も食べれるライライ軒というのはここですね。バスでね、めっちゃ流れてて食べたくなってたんですよ。居酒屋なんかもある。めっちゃなんかやっぱり完結するからいいですね。居酒屋もいい感じね。そしてはい、こんな感じでね、お店あるんで全く困らないですね。途中にはね、あの共用の温泉施設があるね、江戸城和っていうのかな、の、連絡通路もございます。はい、今日は、昨日よりね、比較的空いてるような感じしますかね。はい、まあ平日ですからね、今日はね、ゆっくりしたいと思います。はい、そうこうしてる間にね、あっという間にもう12時となりましたので、お部屋のね、鍵をあのこれから受け取りにね、向かっていきたいなというふうに思います。外はね、今日めちゃめちゃ天気がいい、あの日焼けしてますね、これ。はい、ということで、お部屋の鍵取りに向かっていきたいと思います。はい、それではね、鍵を受け取りましたので、お部屋の方にね、向かっていきたいなと思います。こちらの、ね、館内着のアロハは LL がないんですけど、 L がね、結構でかいので、これをね、持って帰っていきたいと思います。お部屋の方にはね、フリーサイズが置いてあるみたいです。本日はですね、南館となりますので、こちらエレベーターからですね、向かっていきます。よいしょ。で、6階が大浴場で、食事のね、ビュッフェ会場、朝食会場は3階になるみたいですね。まあ、こんな感じで東館とか南館とかね、あるみたいですね。よいしょ、乗り込んでいきます。エレベーターいいですね、雰囲気ありますね。あ、7階か、間違って6階押しちゃいました。はい、まあ、こんな感じで非常に昔ながらのね、エレベーター、景色楽しみですね。おお、モノリスタワーがね、あちらにございます。ウィルポートはここからは見えないのかな。どこがウィルポートなんですかね。明日宿泊するところがね、ウィルポートというところになるんですけど、そこはね、ちょっと見えないという感じですね。で、間違って6階を押しちゃいましたけど、ここがね、大浴場のスペース。ここもね、かけ流しなんですね。はい、これはまた夜ね、楽しみたいと思います。で、本日は、南館7階の701号室となってますね。はい、出ました。ここ7階1701号室です。あ、ここもね、ゆったりとしたスペースですね。よいしょ、結構雰囲気ありますね、いい感じです。で、1701号室もすぐね、こちらでございます。じゃあね、ちょっと先に、お部屋入って荷物をね、入れ込みたいと思います。よいしょ、おー、畳なんだ。はい、こんな感じです。まあ、ちょっとね、先に荷物入れて、続きをね、撮っていきたいと思います。はい、それではね、改めて撮影ね、していきたいなと思います。電気をつけて、はい、こんな感じの
お部屋ですね。和室めっちゃ広いお部屋なんですね。じゃあ和室で布団を敷いて寝るようなタイプなんでしょうかね。まあやっぱりね、モノリスと比べるとこっちの方が、少しね古いかなっていう感じはありますかね。じゃあね、ちょっと詳細見ていきましょうか。まあ玄関ね、こういうスペースとなっております。エレベーターホール出てね、一番手前の1701号室となってます。1702が比較的広いお部屋なんでしょうかね。あ、でも1706とかと比べると今回のお部屋が比較的広い感じのお部屋でしょうか。はい。で、玄関ね、こんなスペースがありまして、スリッパめっちゃある。何人泊まれるんだろう。人数的には 2,4,6 人ぐらいいける感じですか。7人分ぐらいね、お子様の含めてスリッパ置いてありますけどね。まあこんな感じの、はい。で、こういったね、この間があって、ここもね、閉めていただくことが可能となってますね。で、和室のお部屋ですね。久しぶりですね。やっぱりなんかね、旅館っぽい感じしますね。で、ここら辺にお布団がね、はい、こんな感じでございます。ここもね、多分18時とかに布団敷いてくださるんでしょうか。特に案内はありませんでしたけど、セルフで敷く感じになるんでしょうかね。これは後ほどどんな感じになるのかちょっとね確認したいと思います。はい。ここら辺収納スペース特にはね、なんかあるわけじゃないですね。座布団が、追加分の座布団がねございます。まあこんな感じですね。広い。2、4、6や10畳ぐらいになるんでしょうかね。12畳ぐらいかな。はい。でテレビがこのようにあって、はい、お茶とかね、こんな感じですね。はい。メモとか空調、久しく見ないですね、こんな感じで。で、セキュリティボックス、セーフティボックスは鍵付きのものになりますね。鍵なくさないようにしないといけないですね。で、ここら辺に、はい、バッグとか館内用のねバッグ、やっぱりモノリスの方がおしゃれなバッグになってますね。めっちゃこっちはね、昔ながらのっていう感じしますね。で、ここに一応ね、大人用のムームーと、アロハシャツはフリーサイズのものはね、置いてありますけど、私のようにね、大きいのがいいなっていう方は L サイズとかね、お持ちください。2L とかね、3L みたいなのは特に置いてございませんが、見た感じ L サイズでもね、結構大きい感じになってましたので、多分私でもね、いける感じかなと思います。ただね、今回私、まだね、これ着てるんで、モノリスのアロハで着てますんでね。で、こういう景色をね、見ていただくことができますね。はい。まあ、こんな感じで、下がね、ロータリーとなってて、車付け。で、モノリスタワーがこのようにあるという感じですね。うん。ここはね、まあ、和室で、まあ、ちょっと温泉気分を味わえるのが、いいかなというところですけど、個人的にはやっぱり1軒目の、モノリスタワーの方が好きかな。はい。で、こちらがお手洗いですね。ここも、まあ、十分ですけど、狭い感じですね。はい。で、こういうね、ペーパー、便座カバーとか、ペーパーがあるんですね。うん。ここが一応シャワーとかになるんでしょうか。はい。洗面室と、こんな感じ。こんにちは。で、お風呂、シャワールーム、お風呂。やっぱりね、作りは古い。でもビューバスです、ビューバス。ビューバスじゃないですか。景色いいですよ。ただね、タイル張りの、やっぱりちょっと古い。で、混合水栓になるんでしょうかね。湯量とか、湯の厚さはね、調整していただく必要があるのかなという感じです。はい。こんな感じですね。うん。まあ、個人的には、やっぱりモノリスの方がいいかなというふうに思います。今日はね、こちらの方に一泊、お邪魔させていただきたいと思います。はい、無事にね、チェックインが完了いたしました。まあ、和室、落ち着きますね。はい。まあ、古さはね、多少ありますけど、やっぱり水回りはね、古いなーっていう感じはしますけど、お部屋は、
まあ十分ですよね。基本的にほぼプールですしね、お部屋にいる時間結構短いですし、まあモノリスタワーの方もね、12時までのレートチェックアウトいただきましたけど、結局10時過ぎにはね、チェックアウトしてもこっちの方にね、移動してチェックイン手続きしましたので、まあ明日もね、同じようにウィルポートの方に移動しますけども、同様の手続きをするのかなというふうに思いますね。ただ、ウィルポートにどうやって行くんだろうっていう感じで、それはね、ちょっと調べとこうかなと思います。で、今ね、Wi-Fi 速度を測ってみました。こちらもね、当然フリー Wi-Fi ありますけれども、モノリスタワーよりね、早いんじゃないかなと思います。インターネット速度ですね、ダウンロード下りが 63Mbps、アップロード上りが 61Mbps で、Wi-Fi 速度がね、85Mbps となってますんで、まあ、昨日もね、まあ、特にライブで滞るってことはありませんでしたけど、比較的こちらの方が安定してるんじゃないかなというふうに思います。で、その他ね、こんな感じでまた、サッシがありますし、モノリスターとかにもね、ありました通り、このようにレストランのご案内だったりとか、まあ、妻がね、マッサージしたいということだったんで、まあ、今日ね、行ってきなよということで行ってきたんですけど、意外とね、安いの。どうですかね、マッサージって言ったらなんか、目安としては1時間1000円みたいな。違う、10分1000円か。マッサージとしては目安としてはどうですかね。多分10分1000円ぐらいっていうのが一つの目安なのかなと思いますけど、全身コースでね、90分コースでは8400円とか、もう1000円切っているっていう感じなので、比較的安いんじゃないかなというふうに思いますね。で、温泉は一緒なんでしょうかね。モノリスとは違って、ここを6階にね、こちらも掛け流しで、あるっていう感じですね。まあ、その他、Wi-Fi のね、ご案内だったりとか、まあ、館内のね、ご案内、あったりしますので、こちらチェックしてみていただければと思います。どれだったかな？うん。これか。夜市の揉みどころとかね。どう？なんか比較的安い感じしません？こんなもん。なんか1000円切ってる。10分で1000円切ってるの安い感じしますけどね。はい、私はね、マッサージそんな必要ないんですよ。妻は結構行きたがるんですけどね。あとはフォトスタジオのご案内とか、まあそんなような感じです。はい、じゃあ、ちょっとね、準備を整えてまた、お昼ご飯でね、プールの方に合流してレイ君と妻とね、お昼ご飯食べに向かっていきたいと思います。今日はこちらでゆっくりさせていただきます。レイ君はスイカのボールをね、買ってもらったみたいですね。よかったね、レイ君。よし、じゃあお昼ご飯食べ行きましょう。はい、じゃあね、お昼ご飯はこちらの来来軒でラーメンとね、餃子、そしてビールをね、いただきたいかなと思います。はい、レイ君はとりあえずラーメン待機ですね。ではビールが来ましたのでいただいていきます。ああ、うまい。意外とね、お腹いっぱいなので、私は餃子とね、リックが多分残すであろうラーメンと、ビールでね、お昼は満たしたいと思います。はい、こちらね、喜多方風のチャーシュー麺と喜多方風の味噌ラーメン来ました。結構ね、器がでかい、めっちゃでかいですね。はい、じゃあレックと取り分けていただいていきたいと思います。はい、そしてあと餃子ですね。餃子もめっちゃでか、熱々ですね。はい、それではね、ラーメンいただいていきます。熱っ。うん、ラーメンがしっかり喜多方してますね。チャーシュー、油揚げがちょうどいい、うまっ。そして餃子です。餃子もめっちゃでかい。うん、うまっ。はい、それでは喜多方の味噌もいただいていきましょう。絶対うまいよ。うん、うん、うまっ。昨日食べた味噌ラーメンより、昨日はなんか白味噌っぽい感じだけど、なんか北海道味噌っぽい感じですね、味はね。オロチョンみたいな、こっちの方が個人的には好きな味噌ですね。うまっ。はい、お昼ご飯ね、食べてお部屋に戻ったらね、もう断念してしまいまして、もうね5時、早速
これからですね、もうね、夕食のビュッフェをね、いただきに行きたいと思います。なんか隙間空いてる。ご飯食べてお昼寝して戻って、ディナーですよ。もう食っちゃうんですね。はい。ということで、ここはね、3階となりますので、こちらですね、3階の、お食事会場の方に向かっていきたいと思います。ゴミだらけだけどね。はい、こちらがですね、お食事の会場となります。いいじゃないですか。今日はハワイアンのバーベキューグルメだって。美味しそうですね。キューティーやんないと、それが難しい。でもハンバーグさ、フォークで取りづらいからさ、カスラも取りづらいから、フォークでいいか。フォークで妻が持ってきたやつ、ローストビーフがあるみたいですね。あとね、天ぷらだったりとか、煮物とかもね、あるんですね。美味しそう。私も取っていきたいと思います。はい、結構ですね、こんな感じでね、持ってきました。青菜の炒めとかね、麻婆豆腐とか、結構ね、中華系もあってね、いい感じです。そして、ちらし寿司とか、まあ、お刺身はね、昨日と同様に、取ってるっていう感じですね。はい。そう、肝心なね、ローストビーフは取ってくるの忘れました。ちょっとね、これからローストビーフと、天ぷら、取ってこようと思います。それではね、いただいていきたいと思います。いやもうね、持ってきただけでめっちゃお腹いっぱい。ここにね、ほんと白米とか持ってきたいぐらいですね。まずはローストビーフですね。いただきます。うん、やっぱり和風にして正解、さっぱりですね。今回ね、こういったあの杏仁豆腐みたいなのもね、食べれると思ってなかったので嬉しいですね。うん、あ、これご飯にかけたくなるやつ、めっちゃ美味しい。うん、中華は間違いないですね。うん、チキン、これもうまい。青菜炒め、うん、うわ、天ぷらもいただいていきます。和もあっていいですね。うん、天ぷらもうまい。卵もうまい。なんだこれ、味がね、食べやすくて美味しいです。その甘みが効いてる感じ、うまいわ。これはね、明日の朝食もめっちゃ楽しみ。はい、まあね、今日はこのまま食べ進めてですね、本日は20時半から、フランスダンスショー、ポリネシアンショーみたいなね、予約してありますんで、メイクもね、あのファイヤーダンスめっちゃ楽しみにしてたので、これ食べ進めてちょっと休憩してからね、ファイヤーダンスの方、ポリネシアンショーの方で向かっていきたいと思います。いやー、最高、美味しい。
はい、ということでね、ポリネシアンショーが始まるので、こちらのね、プールの方に戻ってきました。一応ね、20時までね、こちらの大プールはね、やってるみたいですね。はい、まあ2日目にしてようやく知ったっていう感じですけど、よくね、読めっていう感じですね。なので明日はね、レイ君連れて夜もね、ちょっとプールで、楽しみたいなと思いますね。行きたいと思いますよ。行って行ってね、ということで、ポリネシアンショー、フラダンスショーの方にね、行きたいと思います。レイ君はね、あの火を持ってね、あの楽しみにしてますね。楽しみ。はい、こんな感じでね、演奏者だったりとか出演者も出てますね。すごい、もうなんか推しの人とかもいそうですね。はい、こんな感じでね、めっちゃ雰囲気ありますね。ショーがめっちゃ楽しみです。始まりました。楽しんでいきたいと思います。それではステージの皆さん、元気いっぱいに踊りましょう。ダシちゃんダンス、ミニミニです。どうぞ。ファイヤーダンスハマったみたいです。ファイヤーダンス楽しかった？デイ君？かっこよかった？はい、ということですね、ポリネシアンショー楽しんできました。思いのほかね、レイ君がね、めちゃめちゃ楽しんでてよかったなというふうに思います。今日はね、お部屋の方に戻ってこれからね、ライブ配信を行う予定ですので、まあ、ゆっくり休んでまた明日の朝ね、挑んでいきたいなというふうに思います。楽しかったです。はい、おはようございます。まあ、今朝起きてですね、まあ、朝食会場で向かう途中なんですが、なんとね、今、勝者さんというかね、あのアイアノのね、オフ会とかでもね、参加していただいている2023年ミス新潟のね、方がわざわざ会いに来てくださったということで、今一緒に写真撮ったりしてね、まあ、レイ君と遊んでるような感じですけど、ありがたいですね。こんなところで会えると思ってなかったんで、めっちゃ嬉しいですね。はい、ということで、はい、ちょっとね、びっくりしましたけど、そういうこともありました。はい、ということですね、駆け込みでね、朝食会場の方にやってまいりました。まあ、こんな感じでね、品揃えはなんかね、昨日の夜のビュッフェと比べるとちょっと少ないかなっていう感じはありますけど、まあ、朝食でいただく分には十分なのかなと思います。はい、それではね、いただいていきます。衣装はどこから食べよう。この最強のチキンですね。あ、おいしい。うん、結構ね、クロワッサンとかメロンパンとか、結構ね、朝食パン推しでしたね。は
はい、ということですね、ホテルハワイアンズさんを今チェックアウト、させていただいて、本日ね、宿泊する最終日、ウィルポートさんの方に向かっていきたいと思います。ウィルポートさんは、こちらのね、プールに向かう通路をね、途中で上がっていくような感じみたいですね。昨日こちらでね、ラーメンいただきましたね。はい、昨日夜ね、ここ通ったところもすごいね、いい雰囲気で比較的空いてていい感じでしたね。はい、それではね、ウィルポートはこちらの途中のね、連絡通路で上に上がっていくような感じですね。どっちでもいいのかな、上がっていくと。はい、じゃあ上に上がっていきましょう。着いた。はい、でこちらを通ってウィルポート、そしてね、夜市とか、温泉の方にもね、つながってる感じですね。上からもホテルハワイアンズ、あ、こっちからもね、行ける感じなんですね。はいはいはい、やっぱりね、こちらの連絡通路なんかね、最近できた、最近っていうのはあれでもないんでしょうけど、やっぱりね、後から作られて新しい感じはありますね。そしてこちらでアロハをする感じでございますね。アロハしていきましょう。レイ君もね、アロハしないといけないですね。お子様はね、アロハって伸びます。では私も通っていきます。アロハ。かなりね、いい雰囲気ですね。はい、こんな感じ。そしてこちらがね、夜市だったりとか、あと蕎麦所となっています。蕎麦なんかね、美味しそうじゃないですか。ここは週末なんかね、縁日みたいのをやってるんでしょうかね。こんな感じでね、12時から20時、金土日祝日のみ営業ということで、なんかね、縁日っぽい。射的とか、ほら、絶対射的ですよね。お子様には嬉しいですね。はい、でウィルポートと大浴場とかね、こっちの方に向かっていきます。いや、結構広いけど、ようやく3泊して、全容がね、見えてきた感じですね。めっちゃ雰囲気いい感じ。どうレイ君、なんか広いね、ここね。どうですか、向こうに。レイ君絶賛ファイヤーダンスにハマり中です。尊敬の眼差しで見てますね。めっちゃこつんねや。はい、ということで鍵受領しましたので、お部屋の方にね、向かっていきたいと思います。はい、お部屋の方ですね、階1個ね、下がりまして、7206号室になります。下ね、あのプールのところから直接ね、お部屋の方、レストランの方にね、向かっていただくこともできるみたいですね。よいしょ。エレベーターはこんな感じ、まあ普通のエレベーターですね。はい、4階も一応部屋になってですね、2階か4階か1階かという感じですか。で7207とか7206、720、こっちですね、この通路。まあ今ね、チェックイン直前という感じなので、まだね、清掃してますけど、12時にチェックインさせていただきます。はい、本日のお部屋はこちらですね、7206号室となります。じゃあ入っていきましょうか。よいしょ、ドバッと。おー、なるほど。あ、ここもこれがそのまま差し込めるタイプになってるのか。刺さないとね、電気がつきません。はい、こんな感じのお部屋です。布団がもう敷いてある。面白い。
畳とかではないんですけど、こんな感じのお部屋も布団敷いてありますね。いやー、なるほど。はい、まあ、こんな感じのねお部屋でございます。まあ、さっとね見ていきましょうか。ここが玄関ですね。お部屋はどうだろう、さっきエレベーター上がったのがどっちかちょっとわかんないな。ここか。ここがエレベーターで右手でこちらのお部屋っていう感じですね。はい、7208が比較的大きいお部屋でしょうかね。で、左手の方にはまあタオルだったりとか水着乾かしていただける、台があって、洗面台こんな感じ、白、明るく感じますね、やっぱり白だとね。はい、こんな感じです。で、ティッシュ、そしてパナソニックのヨニティが置いてございます。ここら辺はね、カラーなんですね。はい、で、アメニティがね、置いてあるという感じです。で、奥がシャワー、高温になる、適温になるまで少々時間がかかりますとありますが、ここはじゃあ温泉が出るという感じではないのかな。はい、これがね、アメニティです。はい、ボディソープ、コンディショナー、シャンプーとございます。シャワーですね、ハンドシャワーのみという感じです。うん、こんな作りで、じゃあこちらがお手洗いですよね。はい、まあシンプルですけど、あ、でもね、お手洗い、ところもあって、ペーパータオルもあって、まあ使いやすいんじゃないでしょうかね。お手洗いです。そしてお部屋すごいな、ここの洗面台、なんだろう、化粧台、ドレッサー兼ね、なんていうの難しい。で、冷蔵庫が足元にございまして、まあ中は入ってないですけど、キンキンに冷えてますね。で、コーヒーはモノリスタワーと同様にドトールのコーヒー置いてございます。はい、電気ケトルとアイスペールですね。で、ティッシュだったりとか、Wi-Fi の案内とか、レートチェックアウトの案内とか、はい、ここら辺も空ですね。インフォメーション冊子が入ってございます。はい、やっかんとかですね。で、椅子がね、もう2つありますんで、まあ、やっぱり女性ね、お二人いらっしゃったとしても、あの髪の毛のセットだったりとか、お化粧だったりとかしやすい仕様になってるんじゃないでしょうかね。これは女性的には嬉しいんじゃないですか。どうね、男性パパッと準備するだけなんであれですけどね、女性的には嬉しいんじゃないでしょうか。で、結構コンセントもあるんですよ。ここに2つあるし、こちらにも2つあるし、まあ、ドライヤーとかコテとかね、まあ、いろんなアイテムを利用していただくことができるんじゃないでしょうかね。ここも1箇所、合計でね、5箇所使える、外せば、ね、6箇所使えるという感じですね。で、ちょっとしたダイニングスペースみたいなのがございます。まあ、ここもね、団らんするエリアとしては非常に使いやすいんじゃないでしょうか。で、収納スペース、ここにですね、タオルだったりとか、館内バッグとかスリッパ、そしてアロハ、まあアロハといってもね、男性はシャツでしたね。はい、で、お洋服かけていただけるハンガーとか、セキュリティボックス、セーフティボックスがございますという感じです。まあシンプルですけど、なんかね、使いやすい作りじゃないかなと個人的に思いますけど、どうですか。広さ的にもね、あの十分かなと思います。で、もう布団が敷いてあって、ここはもうシンプルですね、寝るだけの高台という感じです。はい、今日なんだろうな、ここがなんかもうちょっとね、採光が明るかったりすると印象がいいのかもしれない。こっちはどう、廊下ビューですね。うん、廊下から全開にするとお部屋がね、丸見え、こんにちはという感じなので、まあカーテンはね、必須かなと思いますね。はい、まあ、ただここのなんか中廊下みたいなところはまた雰囲気出てていいですね。雰囲気ありますね。はい、まあもちろん普通のね、遮光カーテンもあるので、まあ寝るときとか、まあ普段もがっつり閉めといてもいいかもしれないね。こんな感じでしっかり目線をね、隠していただくことはできますね。はい、では、こちらハワイアンさん最終日ですね、最後の宿泊はこちらのホテル、ウィルポートさんから、一泊ね、お邪魔させていただいて、明日チェックアウトという流れとなっております。
お部屋いかがでしょうか。まあ、個人的には使いやすくて好きかな。はい、いかがですか。はい、それではね、今一段落しまして Wi-Fi 速度ね測ってみました。Wi-Fi 速度ダウンロード下りが 59Mbps、 アップロード上りが 78Mbps、 Wi-Fi 速度が 150Mbps となってまして、まあ、比較的ね速度出てるんじゃないかなと思いますので、モノリスビルより、ホテルハワイアンズ、ホテルハワイアンズよりこちらのウィルポートの方が今のところね、速度は出てるという結果になっているんじゃないでしょうか。全くね問題ないレベルだと思います。ではね、本日最終日なんですけれども、まあ、これからね例のごとくまたプールで水泳部を、まあ、レイ君とね行っていきまして、まあ、お昼ご飯どうしようかな、結構食べてねお腹いっぱいなんで、まあ、お腹空いたら食べようかなと思うんですけど、まあ、レイ君ね昨日ポリネシアンショーにはまってしまって、ファイヤーダンスをもう一回見たいということでしたので、今日ねたまたまちょっと席がね残念ながら私と妻とレイ君ちょっと離れ離れの席にはなってしまうんですけど、プレミアムシートで予約取れました。プレミアムシートで予約を取ることによってですね、ファイヤーダンスのね、アクトさんとなんだフラダンスのなメインのねダンサーさんっていうのかな、写真を撮れる権利がございますので、プレミアムシート限定の写真撮影があってね、そちらに参加することもできるのでレイク喜ぶかなと思いまして、今日ね、確認したところたまたま3席だけ空いていたということでしたので予約を取ってしまいました。そうすることによってね、まあ別にプレミアムシートじゃなくてもいいんですけど、 B シートとか C シートでもいいんですけど、ポリネシアン賞を、ね、予約を取ると、会場というかこのレストラン内の、ね、ドリンクはね、パイナップルジュースとかココナッツジュース以外は半額になると、ビールとかもね、なりますので、まあ、それもうまく活用しながらゆっくり過ごしていきたいなというふうに思います。まあ、まずこれからプール行って夜ご飯がね、まあ、17時以降17時半ぐらいにまあここでいただいて、またね夜プール20時まで大プールはやってるのを昨日知りましたんで、2日目にして初めて知りましたんで、そちらで遊びながら8時までじゃないですか。でそのまま8時半から、ポリネシアンショーやってるので、そちらの方に向かって温泉入って、今日はねもうぐっすり眠りたいなというふうに思います。ということで遊んでまいります。はい、それではね、夕食の時間となりましたので、こちらの方にね、やってまいりました。いただいていきます。各でビュッフェ飲み放題メニューね、ありますね。こんな感じ。はい、レイ君ね腹ペコだったみたいで、レイ君のこれ全部食べるの？うん、食べれる。でもこれは食べない。それは食べない。なんで持ってきた？これママの。レイ君さ、これ持ってきてない、ママの。あ、そうなの。ママが持ってきた。じゃあ食べてください。どうぞ。フルーツにトマト入ってる。あ、そうだ、いただきます。いただきます。はい、結構ですね、こんな感じでお刺身とですね、これ栗とねきのこの炊き込みご飯、そしてね牛すじの煮込み、これ絶対美味しいでしょう。そしてハヤシライスとココナッツカレー、ちょっとね栄養を作ってですね2種類詰め込んでみました。おそば、そしてお蕎麦と最初に食べたい。OK。で、ポークソテーだったりとか、ローストビーフ。はい。じゃあね、ちょっといただいていきたいと思います。なんか、デイクが痛そう。どうしたの？いや、なんか、お皿一緒じゃない？お皿そう、これにした。使いやすそうじゃない？はい。ということで、いただいていきましょう。そう。はい。それではね、いただきまーす。今日ね、結局お昼ご飯ね、食べなかったので、めっちゃね、食べれそう。
むすび込みにあるの嬉しいです、ね。うん、ドロッとは、あー、よく煮込み美味しい。どうせよ。落ちた。はい、ローストビーフいただきます。結構もわっすい、やばくないですこれ。もわっすい、硬いかな。やわらか。レイコの上に、うん、美味しいですね。決まる。次どれ食べる？ドーナツ？うん。すごいね、あの献立豊富で日によって違うかもしれないけど、我が家としては今日のね、ディナービュッフェがひょっとすると一番いいかなという感じですね。ワッフル？ドーナツ？違う違う、ワッフル。そしてね、これ、ハヤシライスと、ココナッツカレー。ちょっとね、隔たりを作って、を作りました。はい。リップで下げちゃおう。ありがとうございます。早いですよ。うん、早い。次お刺身。そしてビーフシチュー。ココナッツカレーも美味しい。これお刺身。うん。すごいなんかね、甘みがあります、ハヤシライス。ちゃんとコクもあって、ちゃんと煮込まれてる感じしますね。あ、ココナッツカレー。うん。薄いのかなと思ったけど、結構味もこう、美味しい。蕎麦の方も自分でできるので、なめことね、入れてきました。ベーコンもこれ。うん、うまい。ベーコンも。ベーコンも食べな。ベーコンもなめこと入れてきた。うん。白身魚。うん。魚も美味しい。お魚の、ね、フリットですけど、結構これもでかい。レモンがね、あのレモンタルトみたいな感じ。うん、肉厚。あ、レモン効いてて、さっぱりして、これも美味しいですね。うん。ここはね、レベル高い気がします。美味しい。うん。あ、牛すじの肉もうまいな。うん。最高。はい、ということでどれもね、美味しい優勝。明日の朝食もね、これぐらいのクオリティだったらもう食事はね、ここが一番かもしれない。めっちゃ最高で、まあお部屋の方に戻ってですね、あのゆっくりして、今日もね、あのレイ君がファイアーダンス見たいということで、ちょっとね、レイ君と私と妻と席が離れ離れになってしまうんですが、プレミアムシートがね取れましたので、こちらの方でファイアーダンス、ポリネシアンショーをね、見て、最後の夜、明日帰るからね、うん、最後の夜を楽しみたいと思います。ということで、食事楽しんでいきます。食べなさい。はい、今ね、19時ですけど、ポリネシアンショーの前の、プールにね、遊びにやってまいりました。ビールコートはね、こちらの方から、直接ね、プールの方に出てこれるので、非常にね、アクセスはいいですね。はい、誰もいない流れるプールですね。もうね、流れるプールはね、もう終了してます。なんか、いい雰囲気ですね。どうですか？いい感じ？いや、
ゴー、いけー、シュー、うわー、上手、上手だったじゃん今。やるしかないんだよ。もう一回いっちゃう、もう一回いっちゃおうか。うん、大丈夫、気にしないで、行ってきなよ、行ってきなよ、吊り橋が怖い、ちょっと青葉っていう、青葉いいね、温泉入ってさっぱりして、これからね、ポリネシアンショーですけど、その前にレクはアイスです。はい、こちらね、ビールとメロンソーダです。それらの朝食会場です。おはようございます。はい、ということですね、朝食持ってきました。今日はね、だし茶漬けとサラダ、そしてね、クロワッサンとか、まあ、ソーセージ、その他おかずですね。オニオンスープと温泉卵です。今日なんかおしゃれな感じで普通という、はい、いただいていきましょう。はい、それではね、いただいていきます。今日はなんかヘルシーな感じに仕上がってる気がしてるんですけど、まあ、まずはだし茶漬けですね。うん、のり、あ、おいしい。和風ドレッシングなんですけど、なんかちょっとね、おしゃれというか、ひと手間加えられてる感じしますね。うん、おいしい。はい、ごちそうさまでした。お食事もね、めちゃめちゃ美味しかったです。というわけでですね、こちらスパリゾートハワイアンズさん3連泊、1泊目がモノリスタワー、2泊目がホテルハワイアンズ、そして3泊目がこちらのウィルポートを宿泊させていただきました。まあ、どこもね、やっぱりね、いい部分、ちょっと惜しいなっていう部分ありました。まあ、多分ね、総合的に、まあ、初めて、ハワイアンズさん来るとかね、もう慣れてる方とかだったら、まあ、やっぱり、ね、モノリスタワーさんが私一番、一押しというか、おすすめさせていただくかなというふうに思います。やっぱりね、室内館内の、温泉がね、めちゃめちゃ綺麗ですね。なので、広いですし、めっちゃ今なんか外通ってますね。はい、お部屋も綺麗なので、まあやっぱりね、こちらのスパリゾートハワイアンズさんの中では、まあ多分フラッグシップに位置づけとなる、まあ、ホテルなんじゃないかなと思いますので、まあ、そちらがね、鉄板かなというふうに思います。あとね、やっぱり食事とかも、まあ、平均レベルはあってですね、個人的にはですね、食事はね、ディナーはこちらのウィルポートさんが、一番好きだったかなと思います。で、朝食についてはですね、モノリスタワーさん、なぜならね、卵料理、オムレツ作ってくれるとか、シェフがね作ってくださるとか、っていうのは、基本的にですね、モノリスタワーさんでしかないです。はい、ウィルポートであったりホテルハワイアンズさんではそういったサービスがなかった。もう直接ね、スクランブルエッグが出てくるとか、まあ、そんな感じでしたので、まあ、チーズオムレツ、ハムオムレツとかね、ミックスオムレツとか、まあ、ご自身のオーダーでオムレツ作ってくれるのはモノリスタワーさんだけ、まあ、どんだけ、そこに重きを置くかっていうのはありますけどね。だからなんかね、難しいところでありますけどね。で、ホテルハワイアンズさんはね、やっぱりまあ老舗のね、一番多分最初に建ったホテルなんだと思いますけど、まあ築年数がね、やっぱりちょっと古く、水回りとかね、感じられる部分があったりとか、まあ、館内の温泉で言うと、まあちょっとね、狭かったりっていうのはあります。まあただね、モノリスターさん一番大きいかなっていう感じですけど、まあ2番目に大きいぐらい。
こちらのイルポートさんが多分温泉としてはね、館内の温泉としては一番小さいかなというふうに思いますので、温泉館内の温泉っていうレベルの話だとモノリスタはホテルハワイアンズさん、ウィルポートの順かなと個人的には思います。まあ、ただですね、館内って言ったらちょっと難しいな。施設内、全部のね、全施設内で言うと温泉あっちこっちあるんで、まあ、館内に、ね、こだわることがなければどこ取っていただいてもいいかなと思いますけど、ただね、モノリスタワーの温泉についてはめちゃめちゃおすすめ。はい。で、もうね、ハワイアンズさんめっちゃ慣れてる方、行き慣れてる方、これ私が言うのもまあおこがましい、もう多分ね、そういう方、もっと私よりね、使い込んでるし、もっと買って知ってると思いますけれども、もう慣れてる方だと、逆にこのウィルポートさんでいいのかなっていう気はしますね。まあ、温泉あちこちね、場所も把握されてるし、まあ、プールもね、アクセスが非常に良くて、活動的にっていうことであればウィルポートさんはいいのかなというふうに思いますね。あとはまあ時間ギリギリまでねお部屋でのんびりしたいとか、到着して、なんだろうな、まあ要はバスとかね、出発地がですねホテルハワイアンズさんになりますんで、チェックアウト手続きをしてバスの時間にね、までゆっくりしてもホテルハワイアンズさんの方に結局集合するような感じになりますね。まあ、一部出発地がね違うところは、モノリスタワーだったりするみたいですけど、まあ、ほとんどが、ホテルハワイアンズさんから出発となる、ね、バスがほとんどなので、そういった意味だとホテルハワイアンズさんっていう感じかな。うん、まあ私個人的にはモノリスタワーさんをおすすめしますので、まあ、ぜひね宿泊される方、まあ、あと私個人的には今回ね私もさせていただきましたけれども、ホッピングもうねぜひ予約時にね、備考欄に、ホテルホッピング予定ですっていうことでね、記載していただければ、ひょっとするとね、私と同様にですね、例えば、本来であれば10時チェックアウトのところ、12時ね、チェックアウトの、次のホテルの12時チェックインができるようにね、ご配慮いただいたりとか、まあ、ちょっとシーズンによってね、受けたまれない時とか多分あると思います。お盆時期とかね、年末年始とか、ね、そういう繁忙期は多分できないとかありますけど、まあ、閑散期とは言わないにしても、まあ、多少ね落ち着いてる、まあ、今回もこれ平日に泊まってるわけなんで、そういった日だと、まあ、そういったご配慮もいただける可能性ありますんで、ぜひね備考欄にホッピング、する予定ですっていうことを、ね、記載いただければ、ホテルの方が予約ねちゃんと見つけてくださって、ちゃんと分かるようにね申し送りを、してくださってたので、めちゃめちゃそこのねご配慮はね素晴らしいなというふうに思います。私から、まあ、一応ホッピングするけどもということをお伝えしただけで、ただなんか生産とかね予約が分かりづらくなるかなと思ってそういう気持ちで添えてたんですけど、さらに汲み取っていただいてね、そういうご配慮いただいたっていうのはやっぱり素晴らしいなというふうに思いますね。でこちらもね2024年9月にですね外資系の方にね買収というかですねっていうのも決定したホテルですけど、まあ、特に影響はないですし、まあ、今後ねそういった外資の資本が入ることによって、まあ、ちょっとね変わる部分はあるかもしれませんけれども、まあ、施設のリニューアルだったりとかがね進む可能性もありますんで、まあ、今後、ますますねいい施設になってくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、私が言うのもおかしいですが、初めてね宿泊させていただきましたけど、まあ、そんな風に感じ取れましたんで、まあ、ぜひねご参考にしていただければなというふうに思います。ということで今回ね、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がね、ためになった、参考になった、面白かったという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメントを気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、各種 SNS、URL 貼ってありますので、そちらの方も合わせて、ぜひフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではね、こういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないように、ぜひ、チャンネル登録とベルマークの、ね、通知ボタンを押していただいて、次回以降の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。